黒山椒魚は、両生綱、優美木山椒魚か山椒魚属に分類される、有魚類。日本固有種生態全長13から16センチメートル。体色は、暗褐色。種小名ニグレスケンスは、黒っぽい、黒がかったのい。胴体の左右側面にそれぞれ入るし、ワは11本。尾は長く、縦に平たい。死種は長い。いわゆる死水性の山椒魚で、 幼体は三体の外エラと眼下部にバランサーと呼ばれる器官を持つ。バランサーの用途は不明だが全脂が生えると消失する。近年の研究では霞山小魚に近縁であることが判明している。山地にある森林に生息する。夜行性で昼間は石や落ち葉の下に隠れて休む。天敵としては肉食性の鳥類や哺乳類、水生昆虫、アメリカザリガニ等が挙げられる。 食性は肉食性で、昆虫類や節足動物、ミミズ等を食べる。繁殖形態は、卵性で、2から7月に地生、水溜まり、湿地等に、透明な層と白い層に包まれ、明け火の果実のような形で20から80個の卵を収めた卵のを一水生む。このため卵のは、白色不透明であり、全体が透明な多くの酸性王王のものと外見が異なる。 卵脳の先端は柄のようになりこの部分を水草や枝等に付着させる。卵は4から5週間で孵化し陽性になる。妖精は貪欲で小型の水生昆虫や甲殻類、ミミズ等を食べるが、しばしばとも食いをする。通常年内に変態し陽体になり、陸上生活を送るようになる。しかし、妖精のまま越冬し、翌年に変態する個体もいる。 環境破壊による生息場所や産卵場所の減少により生息数は激減している。またアライグマやアメリカザリガニといった人間に持ち込まれた外来種による食害も生息数の減少の一因になっている。卵は止水にあるためか場所によってはたやすく発見できるがそれでも大規模な繁殖場所は少ない。山形県鶴岡市の消費神社では池に生まれる。 黒山小王の卵を蚕の眉に見立てて祭る。ありがとうございます。